皆さんこんにちは。こんにちは。宮本さん、本日もよろしくお願いします。本日は、はい、石井拓郎さんについてお話をお伺いしていきたいんですけれども、はい、なんかのゴールデングラブといえば宮本さん、はい、ベストナインといえば石井さん、はい、みたいなイメージじゃないですか、うん、あった。なんかそういう、こう意識的なものとかありましたよ。一回冗談でちょっと一回交換したい、はい、ベストナインはやっぱ欲しいですよね。トータル的にっていうところなんで、はい、だから一回ねチャンスがあったんですけど、はい、まあ、彼が盗塁を取ったんで、まあ、ちょっと厳しいなと思って、はい、まあ、やっぱ取れなくて、うん、まあ、それ以降はやっぱり、まあ、彼は常に3割打ってたんで、はい、まあ、やっぱりなかなか難しいなとは思ってましたけど、こうてかショートあの90年代で本当熾烈じゃないですか。もうどこもみんな名前がすぐ分かるぐらいの熾烈な、ライバル心っていうのは結構なんかもう 敵対心ぐらいの感じを持ってたりする。敵対心っていうかやっぱり負けたくないっていうのは、うん、石井拓郎は特に同級生なんで、はい、うん、同い年なんでやっぱりありましたね、はい、じゃあなんか現役時代にこう仲良くするようなことももう全然、まあ普通にオールスターとか、うん、まあ、球場行ってバッてたらちょっと喋ったりはしましたけど、はい、まあ別に本当現役お互い最後晩年に、はい、まあ、広島に PL の後輩の小久保っていうのがいて、はい、でまあ拓郎がちょっと可愛がってたみたいで、で1回飯食おうって言って3人で飯食ったのは覚えてるけど、はい、初めてご飯食べた時は何のお話したりする、若い頃の話された。いやだから小久保を、うん、そのお前みたいになってほしいんだよねっていう話からいろいろ話してあげてっていうのをってとこかな。対戦相手とするとどうだったんですか、一番ショート石井拓郎さんっていうのはもういや、まあ、やっぱり出塁率高いし、うん、まあ言うてもそのなんていうか、スーッとストライク取ればカーンって長打もあるし、うん、まあそうですね、長打もある。でヒットでフォアボールで出てやっぱ盗塁もあるし、はい、まあ、やっぱりその一番バッターっていう感じの、はい、でやっぱり気合い入ってるじゃん、しれっとプレーしないでしょ、うん、見てる感じがう、ね、もうガッツあふれるみたいな、ガッツあふれるっていう感じです、ね、やっぱああいうのがまあやっぱりその認めやすいですよね、うん、だからこいつに負けたくないとか、あとやっぱピッチャーから慣れてるだけされてるだけやっぱ肩とかもやっぱり強かったねっていう。オールスターの一回キャッチボールやった時にやっぱ野手のボールじゃないなと思ったんですよ。重いボールがパシッパシッっていうのは、へえ、うん、野手のボールじゃない、それはすごい感じたね。野手のボールじゃない、だってプロのね、プロの内野手だってもう俺すごい球投げ合ってるようなあれでも一段違うの、やっぱピッチャーの球、うん、あいつとやっぱ数はやっぱ球質はちょっと違ったね。両方ピッチャーからだもん、すごいね。で そんな2人が同い年のライバルが、はいはい、コーチで一緒になるんですよね。うん、あれは結構不思議でしたね。ヤクルトにユニフォーム着たんですもんね、石井拓郎さんが。結構不思議な感じと、やっぱり僕は初めて現場戻るあれだったんで、はい、結構心強い感じでは。だってもう広島でね、すごい名コーチみたいな感じでもう言われてだったじゃないですか。こう戻るタイミングでどういう、まずお話、現場戻る前になんかお食事かれたりとか。食事はしないけど電話で話して、はい、で、あれどっちが俺がかけたのか向こうがかかってきたのかちょっと覚えてないけど、で、まあちょっと不思議やなって言いながら、はい、まあちょっと弱いし、ちょっと頼むねって言って、バッティングのことはまあその監督とはまず話さなあかんけど、基本的にはもう自分の好きなようにやってと。で秋のキャンプなんかで言うと俺がまあ言っても半分ぐらいしか行けなかったんで、仕事が入ってたんでまだ、はい、だから拓郎の方からこういうことやりたいんだって言うから、もうそれも全部やってって言って、それは監督に言っとくんでって言って、で監督とも一応話しといてねって言って、え、バッティングの方はもうじゃあ拓郎さんに全任せ。あ、そうだったんですか。でその中でまあちょっと要望があったりとかしたらまあ話はしたけど、うん、基本的にはもう拓郎のでこうなる、これぐらい時間かかるけど、あ、もう全然金銭とやってみたいな。
他のコーチと違う点って、はい、いや明確に違う点ってあったりされるんですか、石井拓。飽きないね。結構コーチって飽きる人いるからね。あ、うん、あ結構コーチもやっぱ大変。同じ反復練習ずっと見てあげなあかんわけじゃん。でそれを選手だけでやらせとかっていう人もいるんだけど、そのある程度できてる人はいいけど、はい、その違った方向に行き出すやつもやっぱほったらかしにしてるとあるから、うん、やっぱある程度見てあげなあかんと思うんだよね、うん、でまあコーチいらんとかっていう人もいるわけですよ、はい、ね、もう自分でって言うけど、うん、じゃあいらんねやったらそんな職作んなっていう話でしょまあそうっすでしょ、はい、でも必要だからいるわけじゃない。そうですね。だからまあそのよく話し出すのがあのシンクロの井村さんとかさ、はい、そんなね、うん、20年ぐらいしか生きてない子にね、自主性って無責任だと、うん、どうやって生きていくかもね、どうやって努力するかも分かってない子に自主性なんか無理だって、はい、ある程度強制から始まって、はい、で自分の形ができた時に自主性だって、俺もその通りだと思うんだよね。だからやっぱり寄り添ってあげれるっていうのはすごく俺はすごく大事だと思ってて、あの押し付けて教えるのはまあ良くないけど、じゃあちょっとうまくいかなかったらこっちやってみなとか、あ例えばたまには自分から答え出させたりとかっていうのを、近くにいないともうあのほったらかしにして帰ってやるやつはやるんだとかっていうスタイルはまあ冷たいよね、俺から言わしたら。当時ってでも本当村上さん我慢して使ってた時期じゃないですか、うん、こう拓郎さん向き合ってたんですか。いやいや、まあ、つきっきり若い選手もみんな早出で、うん、拓郎と俺と宮出といつも出て投げてたよ。でもう俺ら投げて打ってっていうのはもう練習の前の早出 でそこでもう自由に打たせなかったもんね。ここはこういう練習、ここはこういう練習ってぐるぐる回したりとかして、なかなかやっぱそれコーチでできる人っていうのをなかなか難しいよ。そうですよ。いやこれね、一回一日キャンプを2月の巨人だったかな、朝から晩まで行ったことがあったんですよ、ちょっと仕事で、まあ、申し訳ないですけど野球好きな方だけど、一日見るだけでもちょっと飽きてくるっていうか。いやそうだよ。だからね、俺はね、もうコーチになった時にさ、うん、あのよくバッティングゲージのところこうやって見てたりとかさ、ああノックバットをつっかえ棒にしてる人いるじゃん。ああ、はい、あれめちゃくちゃ必要。いつもの流れだとバチコン君のガラドって必要。あれは必要。あのね、ずっと立ってる、腰痛くなるから。ほんとね、最初俺秋のキャンプ行った時にもうほんま、まあ、めちゃくちゃやらしてたじゃん。めちゃくちゃやらしてた。で俺も帰ってくるのが7時とか8時なんだよね、はいはい、でまず風呂なんだけど、はい、もうまずベッドやもん、ボーンって大の字に寝て疲れたみたいな、まああれも慣れなんだけど、最初うわコーチンドなんで受けたんやろみたいなぐらい。だからね、あのつっかえ棒結構重要。もっといいやつ用意した方がいい、それ専用ね。でも格好がつかないか、バットじゃないとね、ノックバットとかじゃないと。いやだからあとは俺はもう絶対にゴルスイングだけは絶対しないって決めてたから、あノックバットで気抜かないで、ああいうのはもう絶対ダメって俺の中で絶対しなかったね。拓郎さんとかもでも一回ぐらいちょっとこう解説側に行きたいとかっていうふうに思ったりされないんですかね、その飽きないっていう。やっぱ現場主義ってまあ本人も言ってたよね。すごい大変な仕事よ。しかもこういうとあれですけど、この現役時代ちゃんと稼がれてはいらっしゃる方なので、で多分引退してもまあお仕事ある、球団離れてもお仕事ある方だと思うんですよね。それでもこんなにこうコーチをされる、シーズンオフ何されてるんですか、石井拓郎さんって。ゴルフはこの間なんかインスタ見てたら、なんか冬でもアイスコーヒーって出たけど、分かんないけど、なんか長寿してるじゃない、はい、だって球場もいつもチャリンコで来てたもん。チャリンコで来ます、はい、で誰よりも早く来て、トレーニングしてます。あ、自分の、うん、でトレーニングをして、まあストイックなんだよ。でよーく食べる。52
ですよね、年、そうですよね、同い年、まあ、あの時はまあ47とか8やったけど、うん、食べるで2人でさ、でも宮本さんもちゃんと食べる方で肉好きでさ、うん、まあ高知とかで飯行ったりするじゃん、はい、であのこう肉とかバッて行ったら、ほらライオンの前出せって言って俺と拓郎の前に出せるんで肉ばっか食ってからって石井宏俊とか宮出とかがさ、ほらライオンライオンライオンほら、いやいやいや若いハチの方がそう、だって沖縄のキャンプで休み前の日にじゃあ飯みんな飯行こうかっつって、で88ステーキ行ったの、はい、でね何グラムやんて、タクロは1キロ1キロで、キヌが1キロすげえ、でゴリが800で、俺が800とライスで、ミヤデが600みたいな、まあまあまあ600でも多いですからね、頼んだことないですよ、お前一番でけえのに一番少ねえなみたいなで、俺とタクロは絶対レアなの、ステーキはレアでしょみたいな、でもうち、ね、あのでジャッキーステーキも行ったわけよ、はいね、はい、あそこのレアってもうほんま鉄板ポンと乗せたぐらいの 赤さなんだけど、でコーチって、ここうまいんだってお前ら行ったことないと行こうっつって、一回早上がりかなんかの時みんなで行って、で俺と拓郎レア食って、あのもう血が滴るような感じなので、そっからライオンって言われだしたんだよね、俺と拓郎がライオンこれライオンだよライオンこんなの食えねえよみたいなみんな言ってるけど、お前レアがうめえだろっつって、もう今考えただけでもすげえ食べたいもんね行くじゃないですか今度沖縄、時間があるかどうかなんだよね。でもそんな石井拓郎コーチのところに、はい、京田選手が行かれるんですよ、ね、そうなんですよ、そうですね、まあどうなるか見ものですね、僕でも教え方やね、もう俺京田はこっちだと思うんだよね、そのもうこうなって今までの捨てきれるかどうかだよね、今までが自分がやってきたスタイルでこれぐらいの成績しか残んないんだったら、もうゼロに戻して受け入れれるかどうか、そこじゃない。でもこう1球団目っておっしゃってましたよね、移籍して、うん、これが大事、ここでダメだったらもうどこ行ってももう大体無理。でもレギュラー張れた時期がある方ですからね、そうなんですよね能力は持ってる可能性がある方なのでね、この機会に同じ右投げ左打ちの石井拓郎さんに教わって、はい、森っていうのもいるからね、若いので、これを多分 DeNA は使いたいはずなんだよね、でもそこまだ心もとないからっていうところもあったんだと思うんだよね、で競争相手にもなるし、もちろん結構 DeNA はでもショートは厚い、まあ まあ、いるんですよね、他柴田さんとかも多分上手な方いらっしゃる感じするし、森選手だって見どころありますよね、森はだってドラフト1位だからね、やっぱりなんとか使いたいとは思うんだよね、どんな感じの、まあ、その辺のお話をですね、はい、12月14日のファンミーティングでお伺いしようと思っております。わ、はい、かりました、はいはい、ということで、いや12月に入って、はい、まだまだ先の話かと思ってたら、うん、もう間もなくファンミーティングの日がもう2週間切って、うん、で宮本さんがアイリーグッズを作れと、うん、なんか田中さんグッズを作れ作ったらって言ったコメントにいっぱい作ってほしいっていうような、はい、お声があったんで、はい、ちょっとまあいろいろ考えまして、はい、こういうトートバッグを、いいじゃないですか、宮本さんと田中さんのお名前が入っていて、ちょっとヤクルトでも中日でも使えるようなちょっと色味にして球場に、ね、球場ちょっとヤクルト神宮でもどこヤクルト中に使えるようにと、あとこのカバン持ってる人には声かけていいんじゃないですかみたいな、里見発見でみたいな感じで、なるほど、もしかしてご覧になってる方ですか、野球一貫ご覧になってる方、 ありがとうございます、そうですね、この前だって番組なんかロケ行ったらスタッフさん見てくれてたんでしょ、そうなんですよ、たまたま行った撮影でいつも見てますって、へー、ありがたいですね、ありがたいですよ、神宮行って思うんですよ、これ見て野球館見てる人多分宮本さんのファンたくさんいるからいるんだろうなとかこれ持ってね、ちょっとお友達を、そうですね、
もしかしていいねそれね。いやちょっとそういう目的でちょっと今回トートバッグを販売させていただきますんで、ありがとうございます。ぜひたくさんの方にご来場いただけたらと思います、はいはい、思っております。あのチケット の、はい、あの販売先どこか概要に、はい、多分貼ってくださってると思うので、じゃあお願いします。まご購入までの方はよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました、はい、では宮本さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。